昨日の出来事なんですけども、その買い物行く時に20時頃、岡場駅の方へ向かって、イオンモールの方へ向かって歩いている時に男4人組に絡まれたと。で、その時に、ある程度、音声を一応、拾えているかどうかわかりませんけども、録画のボタンを押して、まあ、かなり離れてましたね。30メートルぐらい離れてるところから録画のボタンを押してポケットに入れて。で、あんまりそれ言い始めても、その辺でみんな喋ってるから、はっきり言って意味ない。それだと最初から喋らんかったよね。こっち側に絡んできたりとか。で、それは僕のホームページにアップロードしてます。で、重要なのは、それを多分理由にして、これはもう間違いようがありません。この中にちゃんと、スープが入ってたんですけども、ないです。こういうふうな不法侵入を、一方的に自分たちの方から絡んできておいて、こういうふうな一方的な不法侵入を何回もしてきています。ないから。ないものはない。本当に。で、後で会うっていう言葉が電波で届いてきたんですけども、そいつも信用できない。自分の名前名乗ってないから。動画を見て何かものを言ってきてるか、喋ってる内容の同じ時間軸で返答してきてる。あ、違うな。多分違う。感覚で大体わかる。あんまりそれを信じてもダメなんだけども、何らかの形で自分の身を守らんかったら無理。で、もともとその撮影したらダメだって言い始めた、その警察官とかも、昔は撮影 OK になったのよ。載せなかったらこれ無理だって。被害者側がずっと絡まれっぱなしになるって。ずっと振り立って、相手は先にストーカー行為違反付きまとい行為してるんだから。歩いてるふりして集団で。絡むの目的でそいつは歩いてきてるんだから。何回も同じ奴らだから。それやめたらいいんだよ。集団で歩かないで、一人で歩いて何も言わないで、喋らないで、この辺歩かなかったらいいんだよ。狙ってるんだから、そいつら。多分、我が天下とか、戦国風部、多分、戦国風部のプレイヤーが混ざってると思う。で、まあ、警察官に関しても、何かあった時に110番してとかそれにこだわるんだけども、それもだからもうそのこだわりっていうのを、警察官もやめた方がいい。もう淡井圭介が遊んでいようがどうしていようが、淡井圭介が家出た瞬間、ここの家をまず守って、どうせ絡んでくる連中おる遊んだ時はっていうことを考えといたい。普通のインターネットゲームや。何回も言ってる同じこと。で、なぜ国会議員の人たちがこれ対応してくれないんです？コンピューターの設定。その逆よ。淡いケースが遊んだ時に、そういう連中が来るっていうことであれば、そういう時にこそ警察官出てこなあかん。遊んでない時におかしな連中が絡んでこないんだったら、その時にパトカーが動いたってしょうがないじゃない。で、ただもうここまで分かった時に、だいたい夜の半額の時間帯とかを狙って買い物行ってるっていうことはもう時間帯はもう誰も絡んでくる連中分かっと。警察官なんだから。なんでここまで説明しなきゃなんないの？本当に。それと、淡井圭介の担当につけてきた生活安全課の平田巡査から、巡査だったと思います。その人の件で、誰か兵庫県警の上の方の人で話してくれる人いません、話し合い。ああ、いけですけど。昔の事件の当人の可能性が高い。もう別の人間じゃないと無理や。大きな事件です。普通なかなかない。絡んできたとか、そんなレベルじゃないから。多分、その男を辿っていった方が早いと思う。以上、国会議員の人も協力してくださいよ。昔、フルーツラパークに僕は20歳ぐらいの頃に働いていた時に、僕と同じぐらいの年齢の人で、メガネかけたものと、あと、白髪の背の高いメガネをかけた、老人の人。二人で、今から5、6年前、この辺りを歩いていて、JA の近く、ガソリンスタンドの近く、あの人たちなら何回か会って話したことがあります。上の方の階級の人たちが出てこんかったら多分無理だと思う。本当の話。
だから何かの件で通報しに行った時に、そのホームページ上とかのどっかの記録、それ消しといてよとか言ってくる。事件ナンバー、100894、その当事者で、その昔その爆発の眼鏡かけた人の背高い、老人の方の方、もう僕はフルーツ大学で会った時から爆発の方でしたから、もうこの男年齢どうです、もう引退されてる人なんじゃないですか、警察官として川間行政の方かもしれませんけども、多分兵庫県警の人でしょう。東京から来てます、警視庁の方から。もうこれ本当にもうちょっと本当にあの眼鏡かけてる僕と同じぐらいの年齢の、もうそのくらいの頃からその制服自体が違う、上の方の階級の制服着てたから、合格してすぐだったんだと思いますけども、その人たちを一緒に動かなかったらこれ無理ですよ本当に。昔皇室の人からもらう別件で、ね、この家の方を欲しいのって今日も言いましたけども、昔皇室の雅子様、夏季子様からいただいた、サンゴのネックレスじゃなくてジュースみたいなものかな、まあ、すぐに母親にあげたんで、母は喜びますっていうことで、まあいただいたんだと思いますけども、僕はねその返答の言葉として、で、まあ、それ元で神戸地方裁判所の裏手にある質屋では産後関係のものは買い取り、一切お金払いませんっていう形になったんですよ。でもそれを盗まれて、いつの間にか、もう分からない。こんなにも帽子にいっぱいされたら分からないから、本当に。で、こちらもこちらで、なんか記録つけさせてもらわなかったら、例えば映像とかね、どんなやつが絡んできてるとか、それなかったら無理だから、こんなの。警察の方に、例えばね、通報して、外から家の中にいるときに、例えば家の前で絡んできてる連中はいると。で、通報するでしょ。で、警察官来たときに、もういなくなってると。そしたら、その人たちは、僕たちが来たけどもいなかったけども、ってこういう対応になるんですよ。そしたら僕の方が眠れなくなるから。もう後ろで手を組みながら言ってるから、多分マカって言ってるんだと思う、その人たち。で、何回もその人たち同じパターンで。だからタモロしてる連中をカバオ役で多分出てきてるんだと思う。で、なかなかさ、もう無理や、こんな社会。裁判所の人もそうやけども、なかなか前はかさへん。もう絶対終わる、この世の中。エネルギーの残存のままで解決できなくて。僕が二十歳ぐらいの頃、1998年ぐらいの頃、石油の採掘の技術的可能埋蔵量69年分、2011年のデータで59年分、2022年最新のデータで、54年分。ちょっとずつは引き伸ばしができてますけども、車の生産量がもうずっと増えっぱなし。たった2年間で数百万台も世界で生産量増えていて、今昨年で8500万台、ドラッグバス乗用車を含めて、自動二輪とかオートバイは別。もう無理、こんな世の中。消費が拡大する一方、最後の最後まで絶対売ってくれるわけやない。もうガスの方なんか49年分。もうみんな自分の、しなきゃならないことを投げ出して、あとはただひたすら隠蔽。だからその、まあ、彼なら昔フルーツラパークに来てたことがあったから、政府来たものだから僕のことを覚えてくれてると思います。まあこの辺もその2人で歩いていましたから。で、話飛ぶっていたら、その強制わいせつされた件とか被害届受け取ってくれなかったりとか、もうそういうめちゃくちゃな話いっぱいあります。
ちょっと本当は兵庫県警の上の方の人間対応してもらえないですか。連絡ください。で、これもほったらかしにしたら、この世界は絶対崩れます。俺たちの方で何とかしてるじゃないですから、その精神病院連れて行って余計税金たくさん得てたのが警察官ということになります。精神病院移転してる例ね。何かそういういろいろあった警察官とか精神病院の医者になっても知ってますから。元から医者側で一緒に働きに来た人間でもありましたけども、あれも警察署の人間は永田っていうことになってるっていうことを言ってましたけども、秀和株式会社で働いていた崎田って名乗っていた課長としての立場、2001年から2002年にかけて、2000年から2001年はどこの店舗で働いていたのか知らないですけども、もともと1997年8年フルツアーパークのバーベキューコーナーで僕が勤務しているときに話しかけてきてるか、そう、多分話しかけてきてる。もともと1956年に売春防止法ができたのが、その時点で長い間テレビ番組とかのドラマとかでもベッドシーンとかいっぱいあったから、余計なシーン、もうおかしな人間だらけ。もうこれを世の中の実態、今6件に1体が離婚、6件に、まあ、6世帯に 1世帯が離婚の率、昔は7世帯に1世帯、7件に対して1件の割合。インターネットの普及でもめちゃくちゃなってます。で、今電源切ろうとして押してるんですけども。